ジエリチャンネル。こんにちは、ガジエリです。はい、髪をバッサリ切りました。13センチ切ったんですけども、今日はこの髪の毛になってから初めてのゲットレディウィズミーを撮っていきたいと思います。今日は桜ピンク系のピンクメイクをしておりまして、ヘアセットまで全部含めた動画になってますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは動画スタート。はい、そしたら撮っていきたいと思います。もう寝起きですごい顔がむくんでる気がする。今日やばくない？なんかそんですっごい眠い。今日は絶対崩したくないので、こちらを使っていきます。キスのマットシフォンホワイトニングベース、個人的に一番崩れないと思ってるからこれを使っていきます。ポンポンポン。皮脂テカリ防止下地なんですけど、結構しっとりめなテクスチャーで、パサパサと乾燥してきたりとかもしないし、伸びもいいから気に入って使ってます。これは私の鉄板商品ですね。毛穴も滑らかに埋まります。ワントーン明るくなるっていうのも好きです。眠い。ここに顎ニキビがちょちょいってできてて、ちょっと気になるんですよね。はい、そしたらキスのコントロールベース、コントロールカラーベース。あんまりもうそのファンデーションとかを多くつけていかないようにしていきたくて、できるだけコントロールベースで肌の色ムラっていうのを整えていきたいなと思ってます。で、赤みはグリーン。鼻周りの赤みがさ、私だいぶ激しめだからさ、このグリーンのコントロールベースで、これもちょっとこう和らげるような下回ってないわ、和らげるような感じでつけていきます。ピッ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 。口周りはピンク。あんまり多くつけると乾燥しがちになっちゃうから、本当にちょっとでいいです。口角キュッて上がるようなイメージでつけていきます。だいぶ色ムラが改善されて顔が明るくなりました。あとは色ムラといえばコンシーラーで隠せる部分なので、コンシーラーで隠していこう。ドラメルシエのコンシーラーを使います。コレクトの方、コレクトの方で鼻のこの付け根ね、このシミと、あとなんかここにちょっとなんかシミ、ニキビ跡なのかよくわからない赤いシミができてさ、こんなとこにニキビ、まあできたことはあるけど、なんか最近できた記憶なくて、これ何って感じなんよな。急に出てきたんやな。ポン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 。今日はね、ちなみに久しぶりにサッカー観戦に行くんですけども、セレッソ大阪のだからピンクメイクをしたいと思ってて、最近セルボーグでそのピンクコスメを結構買ったので、それを使っていきたいなと思っておるんです。あ、忘れるとこやった。ブライトの方にします。涙袋のこの目の下ですね、目の下をちょっと明るく飛ばします。でクマもまあないとは言い切れない、ちょっとこうビッてあるので、クマの部分はもうほんとクマのその付け根のところだけちょんちょんってつけます。なんかね、クマを全部ほんと隠しすぎると逆にのっぺり見えたり、なんかね、素肌感っていうの結構失われるから、あんまりクマはもう全部隠しすぎないみたいなところを気をつけてます。はい、心がけてます。そしたらカバーマークのフェイスパウダーでちょっと軽くブラシでファファファって整えたいと思います。パフでポンポンしていくんじゃなくて、ブラシで
ふわふわふわって押さえていくことで、すごい素肌感のあるナチュラルな仕上がりになります。なんかマットすぎず。カバーマークのフェイスパウダーはフェイスパウダーだけど、ちょっとカバー力のあるようなマットっぽい質感なので、ポンポンポンってブラシでしていきます。密着力が結構あるし、皮脂吸収パウダーが入ってるからテカリも防止してくれます。そしたら眉毛はフーミーを使います。ペペペペン。ブラシはエナモルの7番です。この真ん中の色を取りましてですね、眉毛を中間から描いていきます。今日は平行っぽい眉毛にしたいかな。どちらかっていうとこんな感じかな。最近ちょっと長めの眉にハマってましてですね、なんか短い眉をちょっとだけ卒業したんですよ。であと二等辺三角形みたいな眉毛が最近好きで、こういうこういう三角形の眉毛をねよく描きます。で一番濃い色をちょんちょんって取って、こんな感じでぼかしていきます。そして明るい色、まあ、明るい色というか、なんかベージュっぽいカラーなんですけどね、この色だけちょっと黄っぽいんですよね、色が。よいぞ。こんな感じでいかがだろうか。そしたら反対も描いていきます。てかさ、今日サッカー観戦って言ったんですけどさ、めちゃくちゃ大雨なんですけど雨やから絶対テカると思って、今日はノーファンデにもしたし、あのキスのねマット醤油 V を使用したんですけど、いや雨のサッカー観戦って、しかも屋根ないんですよ。どうしましょう、風邪ひかんようにしないとって感じですよね。いいじゃないですか。ちょっと修正は上の部分とかちょい、大体でいいんです、大体で。 A、 あれ前マスカラどこやった私。ここにありました。はい、デジャブです。ウォームブラウンですね。私髪の毛がピンク系だからウォームブラウンをよく使います。はい、馴染んだ。次アイシャドウいくんですけど、今日はクリームシャドウを作りたいと思ってるから、このベースを使います。まぶたが結構よれやすくて、クリームシャドウとかジェル系とかを使うと結構あの二重幅に溜まってしまうんですよ。だからこのナーズのベースを使います。なんかムースっぽいテクスチャーなんですよね、これ。ぴょぴょぴょっと全体的になじませます。こんなもんでいいかな。あんまりつけすぎるとそれはそれで良くない気がするので、ほんと軽くつけるぐらいにします。下も一応つけとこう。アイシャドウベースってね、量が難しいと思うんですけど、本当に薄くでいいです。エッセイの最近発売されたばかりのアイエディションリキッドカラーの1番を使います。コーラル系なんですけど、こんな感じのシアーな色で、ちょっとオレンジ味のあるコーラルピンクって感じです。結構パールとかラメ感がね、濡れツヤ感っぽい感じでチップでつけます。ほんとこれもね、あんまり多くつけると私は危険な気がするから、ちょっと薄く伸ばすぐらいにします。でこのコーラルピンク系の色はちょっと広めに入れていきたいなと思ってます。ベースみたいな感じで、こんなもんかな。セレッソ大阪なんで桜ピンクを使っていきたいなと思ってます。ベースからね、これぐらいの発色でいいかなと思いますね。色見えてますか？こんな感じです。結構ナチュラルですよね。はい、そしたら次にこちら
セルボーグのボランタリーアイズ31番を使います。結構ラズベリーピンクっぽい色なんですけど、意外と透け感があって透明感のあるピンクなんです。こんな感じのカラーです。チップで取って入れていきたいなと思います。際にこういう風にチップで入れていくと可愛いんじゃないかと思って、でこっからちょっとぼかしていこうか、上に、可愛い、さりげない。チップでこの目の際にラインっぽく入れるっていうのがすごい今っぽくて可愛いなと思いますね。全体につけるとかじゃなくて目の際だけにつけるっていうね。下はなんか全部につけるとなんか微妙な気がするから、下まぶたは黒目の下あたりだけにしようかな。過ぎたかもしれない。さっきぐらいでよかったな。と馴染ませます。若干やりすぎた感あるかもしれない。ということで後ろにもぼかします。そしたらこのエクセルのスキニーリッチシャドウ11番、これのハイライトカラーを使用します。これを涙袋のところちょっと入れようかなと思いますね。結構ナチュラルです。こんなもんでよろしいかと。もうちょっと上のベースカラーちょっと欲しいなと思うから、このセルボーグの、30番、これをちょっと上に重ねたいと思います。いい感じ、いい感じになじむ。で最後にこのちょっとツヤもちょっと足そう。意外とこれがだいぶシアな発色だったんで、上に重ね塗りしていくぐらいの方がいいかも。ベースでも可愛いけど上に重ね塗りした方がなんか色がしっかり発色する気がする。サンドイッチするみたいな。そうしたらビセアバンのリップアイカラーペンシル、これの10番を使っていきます。おっと蓋落ちた。こんな感じの色です。このまぶたのところとあと目尻の方に引いていきたいと思います。こんなもんじゃない、あんま長くやりすぎたら歌舞伎みたいになってしまいそうやからこんなもんにしとこう。そしたらビューラーをします。どうしようかな、今日はなんかピンク系のちょっとクランベリーっぽい感じのマスカラを使おうかなと思ってたんですけど、なんか意外と発色が結構ピンクって感じなので、今日はブラウンのマスカラを使っていこうと思います。エテュセのアイエディションの02番、はい、こんな感じで極細です。でも結構ねザクザク目が粗いブラシになってるのでしっかりまつげにつく気がする。そう、今回初めて使うんでちょっとなんとも言えないですけど、ミルキーなブラウンというよりはちょっと焦げ茶っぽい感じかもしれない。だいぶナチュラル。自然いい感じ。抜け感も出つつって感じかな。あんまりここで真っ黒のマスカラとか使うと抜け感ゼロになっちゃうんで、これぐらいがナチュラルかなって思いますね。そしたら、チークをする前にリップをしていきたくて、今日使っていくのはこちらのランコムのラプソリュルージュの IM292 番。めっちゃ触っちゃった、ビュって触っちゃった。どういうこと、こうしたかった。こんな感じの色です。このアイラインの色と合わせに行こうと思って。でも全部塗ってしまうと結構色がもうピンクピンクって感じになっちゃうんで、指にとってポンポンポンとしていきます。細
ソフトマットで若干抜け感を出すようなイメージですね。うん、こんなもんでしょう。ちょっと唇に色づかせるぐらい。そしたらチークはラッシュってカラー、ナーズのラッシュっていうカラーを使っていきたいと思います。これは最近出たばっかりのあのナーズのチークなんですけど、エアマットブラッシュって言ってマスクにもつきづらいので、これは指でトントンってつけていきたいと思います。ムースっぽいテクスチャーですごい新しい質感なんですよ。素顔のあのクリームスフレチークみたいなのあるじゃないですか、あれよりもうちょっと固めのテクスチャーです。今回のメイクに合うかなと思って、なんかそのピンクすぎると青み感が強くなるかなと思ったんで、今回は赤みとちょっとオレンジ味のあるような色を使っていきたいなと思ってます。ここでちょっとジュワッとヘルシー感を出すみたいな、ちょっと高めの位置に入れていきます。肌にねすごい馴染むんですよ。こうピタッとフィットするような感じ、フェースメイクと一体化するような溶け込むチークになってます。うん、こんなもんかな。いい感じ、いいじゃないか。やっぱチークがさ、私あるのとないのと全然顔が違うよね。面長ベースやからさ、目と口の距離が結構離れてるから、チークないとマジのぺっとするんよね。チークレスのメイクとかもすごい流行ってたりするけど、最近無理無理、チークなしとかマジで無理やつし、うん、このビフォーアフターとか見てもらったら多分分かると思うけど、ここの長さがねちょっと気になるんで無理です。そして涙袋のこの影は今日どういう色使っていこうかな。チークはこういう色だったんで、これに近いものをつけていきたいな。ちょっとオレンジ味のあるものを使っていこうかなと思うんで、このセザンヌのナチュラルチーク N の10番を使います。エナモルの6番、トン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 、結構コーラル系のカラーですね。チークで影を入れます。ニコってやってちょっとこうぷっくりさせるような感じですね。A、そしたらシェーディング、はい、いつものやつでございます。これは絶妙な影色なので、あのすごく陰影がナチュラルに出ます。これね毎回言ってる鉄板トークなんですけど本当なんだもんって感じ。これはエナモルの4番のブラシです。これ毛足の長いタイプを使うとよりナチュラルな陰影が描けます。最初さ、正直目元をやってた時どうなることやらと思ってたけど、いい感じに馴染みましたね。そしたらこのピンクハイライト、そう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 、で鼻先と額と顎先と目の下、うん、よいよいよいですぞ。今日はなんかあのツヤ感っていうのはクリーム系ではつけていかない、なぜなら雨だからということでメイクはこんな感じです。ちょっとヘアしていきますはい、そしたら髪の毛やっていきます。もうこの時点でちょっと外羽になってるんですけど、まあこれを崩さないように外跳ねしていきます。 32mm のコテです。相変わらずなんかね、短くしたからコテを小さくしようかなと思ったんですけど、 28mm やったかな、なんかねしっくりこないんですよね、あの細いコテ。やっぱ大人っぽい感じにしたいのであればちょっと太めのコテの方が大人の雰囲気出ますね。細いコテはちょっと若い感じこんな気がする。大きめのカールの方が大人っぽくなる。で短くなってからさ、めっちゃ楽になりました。めっちゃ時間が早い。で全部毛先巻けたら、顔周りの部分これぐらい毛束取って、
とねじってからこう外に巻きます。でそのままスライド、そしたらここ、こう S 字みたいな感じになります。こっちが難しいんですよね、引き手の方が難しいっていう謎の。1,2,3 ぐらいかな、3秒ぐらい待ってそのまま。こっちがね、いつもちょっとカール強くなっちゃうんですよ。そのままスライドさせるっていうのがポイントです。そのままスライドさせたら、あのゆるふわな感じで型がついてくれるんで、もうそのままグリングリングリンと巻いていったら、もうめっちゃ型ついてしまうんですよ。自分見えへんからさ、完全に感覚ですよね。ここを取って上の部分ですね、トップの部分なんですけど、これを結構太めに取って、よいしょ、見える？ああ落ちちゃった。ぐる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 ってボリューム出るように内に巻いていきます。そしたら後ろにボリューム出てくれるんで、ここちょっとストレートなの気になるから平巻きちょっとします。ボリューム出るように、ここがこう丸くなるように。私は鉢がないから、なんかぺちゃんこになりやすいんですよ。ぺちゃんこ髪になりやすいから、ここの横にボリューム出すっていうのが結構ねポイントなんですよ。あんまりギュッてしない、ふわっと浮かせて、ここです。前髪は軽く巻いてすぐ離す。ギュッてやったらもう悲惨なことになっちゃうんで、軽く巻いてからすぐ。そしたら旦那さんと使ってるこの固めのワックスを使います。ドゥーサーの6番、これね、男性も使えるやつなんですけど、私は髪の毛が柔らかくて細いから、こういう固めなやつじゃないとすぐペタンってなっちゃうんですよ。だからこういう固めなドライワックスをつけていきます。これで毛先とか、あとふんわり感とかをセットします。私みたいな感じですぐぺしゃんこになってしまったりとか、あとなんか柔らかくてセットがうまくいかないっていう人は、こういう固めなワックス使うといいと思います。そしたら歌うメロンバームを使っていきます。これは束感を出すやつです。指先にちょんとつけるだけ。それで毛先の部分とかに束感を出します。ケープ、紫のケープで毛先を中心に全体に振ります。はい、これでセット完了。はい、こんな感じでございます。いかがでしょうか。なんかね、ボリューム感とかも調節しやすくて、私身長が低いから、まあこれぐらいのミディアムの方が全体のバランス的に合ってるのかなと思って、最近結構しっくりきてます。今日はセレッソの応援なので、がっつりセレッソカラーでピンクの桜ピンクメイクをしてみました。アイラインも、あとアイシャドウ、結構鮮やかなピンクだったので、ちゃんとしっくりくるかなって途中不安だったんですけど、まあ、全体バランス見たらいい感じで収まったので良かったなと思います。リップを指でポンポン塗りして薄くするっていうのが結構ポイントですね。今日はこのメイクで応援に行きたいと思います。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押していってください。ありがとうございました。